こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、商品選びのね、えー、中で、まあ、個別サポートの方は具体的にね、えー、ここ行って、じゃあこういう商品探しましょうと、やって個別サポートしてるんですけど、まあそうじゃなくてね、えー、マニュアルで見た、あるいは個別相談ね、の前に、まぁ何を扱うか、え決める段階で、まず、オーストラリアに送れないと、ね、 いう商品はいくら探かったところでね、扱いませんので、探しても意味がないというところでね、輸送 NG 商品というのについてね、解説します。郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出できない、つまり運べない商品と。これちなみに国内の u パックでもね、似たような商品が禁止になってます。これね、伝票の後ろにこういうのは送れませんっていうふうに書いてあってね、 でこれはホームページの写しなんですけど、まあ、爆発性、発火性、その他の危険性のあるものと、ねで、詳しくはこちらとなってるんですけど、まあ、例えばね、えー、アルコールとか、まあ、化粧品にアルコール分が入ってるとか、いろんなのあってね、えー、アルコール分が何%、パーセント、可燃性はないとかいうのをね、えー、証明する書類をくっつけなきゃいけない。 あるいは、まあ、その証明が面倒だからね、もう郵便局が、うん、遅れませんで、えー、統一して扱っちゃってるというような例があるんで、まあ、基本的に液体は扱えないと思った方が正解です。ね、その他ね、毒薬、劇薬、毒物及び劇物と、まあ、これはまあね、扱うことはないんで、まあ、気にすることはないでしょうね。生きた病原菌及び生きた病原体を含有し、また生きた病原体が付着していると認められるものと、ね えー、これ、検疫関係、まあ、病気とかね、えー、その細菌とかウイルスとか、まあそういう関連なんですけど、この基準はね、オーストラリアはすごい厳しいです。ねえー、生野菜、あるいはな生の果物、または肉が入ってた段、えー、ボールを使ったら、えー、オーストラリアには入国できないというのがね、えー、次のオーストラリアに送れないもので、えー、解説しますけど、まあ 結い U-PAC の規制ですけどね。まあ、そんな形で、えー、まあ、生きたものをね、アマゾンで売るってことはないでしょうけど、逆に生きたものっていうのはね、野菜、果物、肉、えー、生きてたものですよね、肉はね。えー、なんかは、オーストラリアには送るのは非常に厳しいと。輸送禁止、えー、というか、オーストラリアに入らないというのがあります。それから、法令に基づき移動、または両方禁止されたもの。 まあこれは、えー、あるまあ、ある国に送る場合においてはね、パソコンなんかはしょっちゅう該当してきますね。まあ、パソコンはそもそもね、えー、新品パソコンを輸出するってことはそもそもないですけどね。人に、えー、危害を恐れる与える恐れのある動物。まあ、そらそうだろうってことですよね。それと個人情報含むもの、現金。これらが u パックでダメなもの。で、まあ、いよいよ直接関係してくる、えー 国際郵便 EMS で送れない商品ですけど、まあこれも、まあだいたいえ郵便局の U-PAC のものと似てます。郵便局の同じ郵便局扱う海外向けですからね。まあ火薬類。火薬類はそれは扱わないでしょうね。インカ製液体。まあこれも、ああ、そうか。ペイントなんかね、プラモのペイントなんかで、えー、結構ね、扱うことがあります。それと最近多いのはね、マジック。ね、マジック火付けでは燃えますんでね。マジックがね、 えー、運べたけど Amazon で売れないとか、照、えー、明を要求されたっていうのが出てきてますんでね、えー、こう、燃えるものが入ってるのはもうほぼ扱えないと思ってください。高圧ガス、ね。まあ、高圧ガスというか、えー、これなんかの場合はね、あれですね、えー、缶に入ったスプレーのやつね、はもう全滅です。運べません。マッチライター、ダメと。 酸化性物質、漂白剤、過酸化剤、個人用、小型酸素発生器、ダメ、ね。漂白剤とかね、まあ。過酸化剤、まあ、ウランでしょうけどダメですね。毒物。まあ、そら、毒物を売るってシチュエーションはないでしょうけどダメ。で、よくあるのがね、腐、えー、食性物質、水銀、バッテリー。バッテリーね。 えー、こうすれば遅れるというのがあるんですけど、本体に組み込んで容量がどうのことかね。ただね、最近のトレンドとしてね、本来遅れるはずなのにバッテリー入ってダメですと断られる例が非常に増えてます。それとバッテリーに関してはね、リチウムイオンバッテリーっていうのは、えー、仮に運んで無事売れましたとなった後もね、それを使っていて何か事故が起こった。ね、バッテリーってのはどんなに厳しく品質管理してもね、事故起こりますしね、えー、バッテリーで起こった事故って でえー、火傷ととととかか、ね、か、えー、家が燃えちゃゃっったた死んんじいうことに関連してくるんで、まあえー、このバッテリーを含む商品を扱うことのメリットが、ね、ないであろうとリチウムイオンバッテリーね、運びにくいし、えー、扱う理由があんまり乏しいんでね、えー、バッテリーついたの、えー、リチウムイオンバッテリー使ったのはね遅れないと思って外しちゃった方が無難です。 よくツールを使ってね、出品してる人なんかは、その24バッテリー外しにくいとかね、ああ、運びにくいとかそういうことでね、引っかかってきて出品してるんですけど、ツールで探した人たちってね、値段もツールで下げたりしてるのが多いんで、値崩れも早いと。リスクはあるのに利益は低いと。全くやる意味がないんでね。まあ今回もね、なんで初めに u パック出したかって言ったら、まあ、 海外には普通にね、デジカメに入ってるリチウムオンバッテリー、送れるんですけど、国内の U パックはね、送れないという形に運営してました。これはね、局によって違います。本当はこうすれば送れるってことなのに、逆にこのね、電票の後ろにこういう風にバッテリーダメって言って、バッテリーダメって言ってね、統一しちゃった対応してるとかっていうのが、特に田舎だと多いんで、まあ、 ね苦労してあれこれやって送るほど魅力もないからもう外しちゃった方がいいかなという感じですそれとね放射性物質、ね、プルトニウムラジウムウランセシウム、ねまあ、ダメですよね、えー、まあ、食品が始まったらねまた違った注意もありますけど、えー、まあえー、放射性物質ダメと麻薬ダメエキサ動物ダメ、まあ、そもそもアマゾンで売れない和室の物品ダメ ね、これも Amazon で売れないです。まあ、そんな形で、輸送ができない商品。ね。で、まあ、輸送ができる、できないについては、え、これ、個別会員の方のみならずね、マニュアル会員の方でも、これ大丈夫ですか、ダメですか、というので聞いてもらえばね、え、OK です、NG です、というのをお答えします。OK の時はね、公表しませんけど、NG の時はね、マニュアル会員に知らせるのに、え、これ NG です、というので共有させていただく、え、ことが、 え、ありますというか、えー、共有するのに、えー、共有しちゃ嫌だと。ね、NG 商品を共有されたら嫌だと思う方は逆にマニュアル会の方は質問しないでください。あの、その商品の個別で OK か NG かについてはね。個別会の方は別に公表しなくても、公表してもね、えー、質問してください。まあそんな形で、えー、この輸送禁止商品、意外に多いんでね、えー、 まはあ、じめ想像力を働かしてもね、それが NG だとは運べないとは思わなかったというのがあるかもしれないんで、まあ、聞いていただく。そしてね、会員さんから NG 商品の相談があった際には、ね、マニュアル会員さんから NG 商品の、えー、相談があったときには、これ NG ですと、ね、これに該当します。あれはこれに該当すると見なされることがありますというのでね、共有させて、共有させていただきます。<laughs> まあ、えー、以前大丈夫だったのに、えー、最近ダメになったというのがね、結構この輸送禁止については、えー、トレンドというか結構多いです。ね、えー。運べるようになったり、運べなくなったり、いろいろしてるんですけど、最近はもう厳しくなる一方と、以前は運べててね、何が危険なんだというものが運べないっていうのがね、えー、トレンドになってますんで、まあ、仕入れてね、遅、えー、れなかったというんだとね、えー、バカバカしいんで、えー、事前に相談していただくのが、えー、おすすめです。 以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。